はい、どうもこんにちは、タッカキッチですと。さあ今日はですね、こちらこのドラキーがめちゃくちゃ強いぞ、火力がめちゃくちゃあるぞという、まあ、動画ですね。試しにやってみたのがレグナード5、なんと6分台で討伐することができました。うん、まあフレンドのね、雪村さんの海賊とドラキー2匹となっております。うん、まあちょっとね、死の頃言わずにね、まずね、討伐動画見てもらいます。百戦錬磨斬り、行くぜ！燃やし尽くします。
さあ、というようにね、まあ、こんな感じでね、早いよね、びっくりした。うん。どうやら、もうちょっとね、最下とか引けばね、もうちょっと時間は伸ばせそうだね。5分とかでいけそうな気がする。5分いすぎかな。5分30秒ぐらいとかで、ちょっとね、倒せそうなんですけどね、最下がね、ちょっとね、もうちょっと早めに来ればね、よかったしね。うん。まあそんなね、ドラキーのスキルぶりなんですが、まあこんな感じになっております。はい、ドン。あ、自分のこれスキルぶりになっちゃったね、こちら。はい。まあ、フレンドさんにちょっと聞いたんですけどね、こっち、こういうドラキーする気スキルぶりした方がいいよっていうのね。うん。こちらです。魔法ドラキーが、48、ドルマの心得さんが56、そして、両鉄衛3が60、まあ、25% の暴走アップまでですね。うん。で、ドルマの極意が、25ポイントまで。そして素早さアップに40といって、そのドルマドンを捨てて、そのドルモンはね、ガンガン攻撃してドルマ系のね、ダメージアップっていう形ですかね。うん、バッジなんですけど、こちらまあ最初ね、スペシャルバッジをちょっとつけてたんですけど、いかんせんスペシャルバッジをつけるとね、まあちょっとモーションが長いせいか、討伐にね、ちょっと時間がかかります。なので、タイムアタックをするんであれば、スペシャルバッジを外した方がいいかもしれないけど、タイムアタック別にしないよっていうのであれば、別につけといてもいいのかな。で、ドラキーとランタン小僧、こちら2つはね、確実に、まあ、おすすめなんですけど、あとはこの1個の部分ね、まあ、ヒイラギ童子だったり、こちらね、フォンデュ、呪文暴走時のダメージが300。うん、結構暴走時がつくので、ランタン小僧のおかげで、うん、結構そこでダメージ伸ばせるのかなっていう感じですかね。か、もしくは、メーデンドールでドルマドンを使うか、ネコマドン、雪見さんはネコマドンを入れてたのかな、新速メラガイア使うために。うん。っていうようなね、ま、あと一つはね、好みでどうぞっていう感じとなっております。はい、装備なんですけども、こちらドン。まあ、正直ね、ブレス、ね、ワンパン死ぬんで、するんで、耐性別にいらないです。で、攻撃魔力も、まあ、上限が1500なので、正直ね、今、1000くらかな ?1840 なので、これ以上上げてもしょうがないので、まあ、なので、まあ、不思議な装備系で、セット効果アップの、すべての属性ダメージ 3%。これぐらいかな、必要なのが。うん、まあ、もしくは妖艶魔女でもいいのかなと思う。うん。で、マーシャルピアスの呪文ダメージ。で、ちょっとこだわったのが、まあ、地棒の首飾りと、あとこの断罪ね、ドラゴン、闇攻撃。これね、一応なくてもね、別に7分とか8分で倒せた。うん。7、8分でね、余裕で全然倒せる。うん。ちょっともうちょっと時間をタイムアタックしたいよっていう方はね、断罪の指輪とかあった方がいいのかなっていう感じかな。で、あとはベルトは、両鉄衛、闇と、ドラゴン系。まあ、この、これもあればの話ですね。うん。で、風雷の印籠。基本的にね、見た感じ、そう、ドラキーあまりダメージ受けない。で、一番ちょっと危険なのが、まあ、パラディンがさ、早読みの杖とか切れた時に、近づいてきて、魔力の歌をやるんですよ。うん。で、その時、タゲだった時に、まあ、ドラキーが殺されちゃうっていう、運が悪いとね、そういうパターンがあるので、ちょっと運ゲーもあるのかな、とは思った。うん。で、使用特技なんですが、まあ、片方が、魔力の歌とドルモーア。で、もう片方が、ドルモーアのみ。というようなね、片方に魔力の歌をね、つけるようにしてました。まあ今のレグナード5、こんな簡単に倒せるなんてね、ちょっとびっくりなんですけどね。まあね、皆さん興味があればやってみてはいかがでしょうか。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。